アダム・スミスは、イギリスの哲学者、倫理学者、経済学者である。経済学の父と呼ばれる。スコットランド生まれ。主長に、倫理学書、道徳感情論と、経済学書、国と論などがある。スミスが生きた18世紀のイギリス社会は、政治の民主化、近代西欧科学の普及と、技術革新、経済の発展といった、啓蒙の世紀であった一方で、 格差と貧困、財政難と戦争といった深刻な社会問題を抱えた世紀でもあった。光と闇の両側面を持つ18世紀、イギリス社会はアダム・スミスの思想に大きく影響したとされる。アダム・スミスは1723年にスコットランドの海沿いの町、カコーディに生まれた。スミスはグラスゴー大学でスコットランド啓蒙の中心人物であった哲学者。 フランシス・ハッチソンの下で道徳哲学を学んでいる。ハッチソンは、フーゴ・グロテウスやサミュエル・プー・フェンドル・フラの自然法思想を継承する道徳哲学者であり、スミスもこれらの思想的潮流から大きな影響を受けている。グラスゴー大学卒業後、イングランド国教会の聖職者を目指す、スコットランド人学生のために設けられた奨学金を受けて、 オックスフォード大学のベイリオールカレッジに進み、6年間、キリシアやローマの古典について学ぶが、それは主に独学によるものだった。その後中途退学し、スコットランドに戻る。1748年に、ケームズ教ヘンリーホームや母方の家族などの支援を受けて、エディンバラで法律家などの市民を対象とした文学、修辞学と法学、歴史などの講義を始めた。 1751年にはグラスゴー大学の論理学教授に就任し、翌年度を特哲学教授に転任した。スミスの講義は専人のハッチソンに習い、ラテン語ではなく英語で行われた。1758年には学部長に選出されるなど、大学にも積極的に関与した。スミスは後にこのグラスゴー大学の時代を、 私のこれまでの人生の中で最も幸せで名誉のある時期であったと振り返っている。スミスは1750年頃に哲学者ヒュームと出会い、ヒュームが多解する1776年まで進行を続け、人間本性論に代表されるヒュームの啓蒙思想からも大きな影響を受けている。他にもジョセフ・ブラックやジェームズ・ワット、ロバート・フーリスなどと、 幅広い交友関係を持った。1759年には、主張、道徳感情論を出版した。1764年に、グラスゴー大学を辞職すると、スコットランド貴族ヘンリー・スコットの家庭教師として、およそ3年間、フランスやスイスを旅行した。この間スミスは、ボルテール、ケネー、チュルゴーなどのフランス啓蒙思想の重鎮とも交流を持った。 この旅行の間に南仏トゥールーズに滞在した際、ボルテールらの心境とカラスの最新請求を求める運動に出会い、後に道徳感情論の第6版でこの問題について研究した。Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations 1922イギリス帰国後は執筆活動に専念し、1776年に主張。 国と未論を出版した。その後1778年にはスコットランド関税委員に任命され、1787年にはグラスゴー大学名誉総長に就任した。1790年にエディンバラで67歳で病死した。スミスは生前、法と統治の一般原理と歴史に関する書物を出す、計画があったが、 死の数日前に友人に命じてほぼすべての装甲を焼却させてしまった。焼却されずに残った装甲はスミスの死後哲学論文集として出版された。また、1895年にはグラスゴー大学時代の学生が取った講義ノートが見つかっており、法学講義として後に交換された。道徳感情論は、 スミスがグラスゴー大学の教壇に立っていた時期に書かれた本であり、1759年に出版された。スミスは、生涯に、道徳感情論と国富論という2冊しか書物を残していないが、国富論が経済学に属する本であるのに対して、道徳感情論は倫理学に関する本とされる。今日のような秩序だった社会において、人々は、 法のもとで安心して安全な生活を送ることができるが、その根幹には人間のどのような本性があるのだろうか。道徳感情論において、スミスはこの問題に答えようと試みた。スミスの死であるフランシス・ハッチソンがこうした社会秩序が人間の一つの特殊な感情に起因すると考えたのに対し、スミスは社会秩序が人間の様々な感情が作用し合った結果として、 形成されると考えていた。道徳感情論の現代座世オリー・オブ・モラル・センチメンツのセンチメンツが単数型ではなく複数形であるのも、こうしたスミスの思想が反映されている。道徳感情論においてスミスが社会秩序の要因と考えた感情とは、端的に言えば同感である。スミスが重要視した同感とは他人の感情及び、 行為の適切性を評価する能力であり、こうしたスミスの思想は現代の神経科学者や行動経済学者からも注目されている。スミスは同感を通じて人々が自身の感情や行為が評価されていることを意識し、是認されることを望み否認されることを嫌っていると考えた。しかし、現実社会にはしばしば他人の間にも利害対立があるから人々が 自身の感情や行為の適切性を図るためには利害対立から独立した中立的な基準が必要である。スミスはこの基準を公平な観察者と呼び、人々が具体的な誰かの視線ではなく共通の公平な観察者の視線を意識しながら行動していると考えた。ただし、偶然の下では公平な観察者の評価と世間の評価とが異なる場合がある。 スミスは、このような不規則性が、社会的に重要な意味があると考え、偶然のもとで公平な観察者の評価を重視する、好意者を、賢人、世間の評価を重視する好意者を弱い人と呼んだ。人間は、自己統制によって、共中の公平な観察者の声に従おうとするが、激しい情念の下では、自己欺慢によって公平な観察者の声を無視しようと、する矛盾した存在である。 道徳感情論は自愛心を主張するものとしてグラスゴー大学におけるスミスの公認者トマス・リードなどによって非難されかつてはスミスの主張として読まれることも少なかったスミスは前著道徳感情論の巻末で次の著作は法と統治の一般理論に関するものだと宣言していたがそれを部分的に実行したのが国とみ論である 天文学の歴史により霊称された哲学的論究を指導し方向づける諸原理とはスミスの初期の著作である。スミスの死後発見され青年時代に完成されたものとして哲学論文集に所集された。スミスは当時の自然哲学ないし自然科学の頂点にあったニュートンの力学や天文学に深い関心と造形を示しており、本論文において自然科学と 道徳哲学の間の類推を行っている。ありがとうございます。